はい、どうも小太郎ですっていうわけなんですけどもね、はい、いや今からですね、天城山に、登りたいと思います。はい、でね、メンバーはですね、もじゃまるさん夫婦とですね、高倉屋さんとキャンプ高兄さんですね、この YouTuber4 人で、登りたいと思います。じゃあ今からそんな感じで天城山に行ってみよう。天城の木でしょうね。天城重層路入り口が重層路の入り口か。それぐらい立派な柱です。はい、こちらにマップがございます。あ、ちゃんとね、はい、僕好きな漢字4文字あるんですけど、はい、国立公園、はい、大好き。はい、天城重層路入り口今から行きます。はい、こんな、いきなり下がるんですね。まるちゃんは何回ぐらい来たことあるの？4回目ですかね。4回目。それは伊豆にいっぱい山あるからね。そうですか。そうそう、なんかこっちっぽいな。暗いか、暗いか分かんない。よいしょ。ワンザーブルロードだけ 3.3 キロと 3.7 キロは周遊してるからか。そうですね。あ、しないですか。何があったのかちょっと匂わしてる。距離だけで言うとこれだけ。時間で言うとね、こっちが長いです。あ、そうなんですか。じゃあ左行く感じですね。 3.7 キロだけど、はい、あ、ほんまや、125分になってこっち135分になってるわ。そうなんですよ。そうかそうか、騙されるとこ行ったらやるから。あー、おはようございます。おはようございます。はい、今日一日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、昨日寝れました。昨日は寝たんですけど変な夢見ました。どんな夢ですか。めっちゃ面白いじゃないですか。いや、なんか何人かで山行ってたら、はい、岩場で一人滑落しました。はい、で亡くなりました。すげえ寂しい夢やんけ。ちょっとこれあれ、今日それじゃないことを祈っときます。今日そんな難所ないんで大丈夫。何した、はい、いや何があるか起こるか分からない。ちょっと今の一言で気持ちが全員引き締まりましたね。お前分かりました、ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。はい、ファッションチェックですか。ファッションチェックこのくらいでもしないですよ。これなんですけど、いやだからしないと色味が分からないし。イルミネーションかしましょうか。そういう問題じゃない。あれなんですけど、あれなんですけど、イルミネーションもすげえなほんま。まあおもろいなほんま。集まると、高倉さん、おはようございます。おはようございます。今日は迷った挙句参戦みたいな感じですか。昨日なんかどうするかみたいな感じで。ちょっと体調優れてないですからね。最初優れてないないけど参戦したんですか。ルルアタックで。ルルアタックで。基本的にルルアタック、ロキソニン、アミノ酸で、はいはい、遠征は持たせるので。すげえごまかしまくって。もうジャックハンマーって呼んでください。ジャックハンマーじゃないですか。ジャックハンマーって呼んでください。ジャックハンマー高倉じゃないですか。いつかもう副反応が出ちゃう。健康大事どこ行ってんの。めちゃくちゃ健康に。ブレブレじゃない。ジャックハンマー。鼻風邪みたいな感じで。あ、はい。じゃあちょっと頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。はい。はい、あ、おはようございます。おはようございます。はい、高兄さん、そのイルミネーションが、イルミネーション今日装備しております。すごいな、初めて見ましたよ。これで僕を見失うことはないでしょう。あ、そうです。あ、そうか。あ、そうか。なるほどね。あ、黒のモンベル、ファッションチェックみたいなね。黒のモンベルの服だから、黒だからこれに目立たせてるそうですね。コントラストを意識して。皆さん朝から見失いましたね。おすすめ行動食紹介のコーナー。いやいや、もう使えへんわ。こちらです。これカットしたらもう怒りますから。通報しますよ、ちゃんと受け入れられるか。焼き芋です。あ、いいですね。はい、皆さん秋焼き芋食べてますか。はい、食べてないですね。食欲の秋ですから、やっぱり季節の食材これね。はい、皮ごといけますから芋は。廃棄率ゼロ、全部食べれるから。そっから食う人俺初めて見ましたよ。スイカスタイル。スイカスタイル。これサンマスタイルっていう。サンマスタイル。あるいはアユスタイル。皆さんもぜひ山で焼き芋食べてみてくださいね。はい。行動食。もう温泉の中で焼き芋食べるのがもう最高だ。見たことないわ。これ
まずそっちじゃないです。あっち。あ、結構ややこしいですね、道がね。いや、ね、ちょっとこちら側にあったりして。本当にすごい食べやすい。呆れてるじゃないですか。いや、なんで無言で食べるシーン、これ無言で食べるシーン。もう一個僕のおすすめしたい行動食はゆで卵ですね、はいはい、あ、なるほど。なぜ言えんすか。ゆで卵で食べられないところは、はい、殻だけだからです。みかんも皮だけじゃないですか。廃棄率が、はい、廃棄率が非常に低い。あ、なるほどね。みかんに比べて、はい、つまり持っていった荷物のほとんどが自分の体になるという。あ、なるほど。そして卵は一つ完全栄養食と言われております。葉酸とか鉄分まで入ってますから。はいはい。ゆで卵食べてます？食べてないです。一旦行きましょうか。一旦歩きながら喋りましょう。歩きながら喋りましょうか。思いが強すぎるのは分かりますけど。あとはドライ納豆ですね。あ、ドライ納豆、はい、全部あれやな。甘納豆ってやつではない。もう加藤文太郎スタイルでもいいんですけど、はい、僕はどちらかというと、まあ、粉末醤油とかでちょっと味付けしてあるような、はい、ご飯に乗せてもよし、そのまま行ってもよし。なるほど。それを行動食で食べるんですね。そうです。ドライ納豆、また調べておきます。よくよく考えてみますと、はいはい、焼き芋もゆで卵も納豆も、はい、非常にオーガニックで江戸時代からあったと。あ、なるほど。推測されるんですよ、はい、これがやっぱりどうしてもケミカルなもの入ってきたりするじゃないですか。あ、なるほどね。あ、そういうことか。そういうことじゃなくて、やっぱりなるべくナチュラルな。なるほどね。いや、わかります。もう一つは鰹節です、はいはい、加藤文太郎スタイルに、ね、小魚とかね、よりトラディショナルな日本古来の、はい、まあ、飛脚は何食べてたのかなみたいな、はい、より思いを馳せながら、はい、今私たちは天城山を歩いております。はい、わかりました。もう文太郎さんのこれ酒蔵やさっさと歩いてくれよ感がもうすごいです。もうよう分かってますね。孝太郎さんの煽り運転がすごいですもん。煽り運転ちゃう。めっちゃパッシングされてるから。違うよ。あなた急にノロノロ、あなたノロノロ運転ですよね。体調良くない。そうかそうか。じゃあまたちょっとゆっくり行きましょうか、はい、という感じで孝太郎さんとちょっと一緒に移りましょうか。はい。という感じで孝太郎さんと仲良く山歩かせていただいております。はい、では行きましょう。なんかおでこにすごいあれですよ。なんですか。あのおでこに、はい、あのサイヤ人のマークみたいについてます。どこですか。まあドラゴンボールは M ですけど、なんか D、 ほんま横 D にしたか。まあ、いやこれ思いっきりかぼちゃ、かぼちゃ後でしょ。これ年取ってるから、この後なかなか消えないんですよ。あ、そういうこと。そういうことですよ。そうこれ全然見えへんわ。まあらしいです。見えないですか。うん、なんかこの画面でいいっすか。はい。いやいや、おでこありますよ。じゃあいいっす。北海道でね。あ、そうですね。もあるし。ゴールデンカムイに語る。はい、ゴールデンカムイについて、ゴールデンカムイについてお話ししている動画はこちらのサムネイルで、めっちゃいろんな概要欄にリンクございますのでぜひご覧ください。アシリパさん好きです。らしいです。まあでも本当にあの天城はね、はい、でも歩きやすい場所なんで。あ、そうですね。最近からなんかすごい、なんやろ、あの、めちゃくちゃ歩きやすい。高度がそんなに一気に上げないんですよ。あ、そうか。なだらかに上げるんで、なんかこう登山始めました。でちょっと装備揃ってますみたいな人も行きやすいと思う。それでかつ1400m でしょ。そうなんです。すごいお買い得な山ですね。ただこれ半島にある山なんで。はい。景色は絶景なんですよ、はいはいはい、山から海が見えるってこれ最高なんですけど。最高ですね。これがこんなにお手軽に見れちゃうよっていうのが特徴なんですね。あ、なるほどね。あれですね、六甲山的なもんもある要素もありますね。あ、そうですね。手軽さとね、うん、絶景とただでも六甲山は都会がまあまあそれもあれもいいんですけど、そういう景色しか見慣れてへんか、都会をの海と都会みたいな感じですけど、なんかこういう島々と田舎の感じと海があんま見てないんで。そうですね、うん、雰囲気がちゃいますね。あとね、あのこの天城の森は、はい、姫シャラっていう木がすごい多いんですよ。これなんですか。姫シャラ。姫シャラ、はい、あのこうつるっとした、はいはい、で皮がこう
ペリペリっていう薄皮なんですけど、はい、これ他の木に比べて触ってみてください。これめっちゃ冷たいんです。夏気持ちいいんです。夏気持ちいい。あ、なんかあ冷たい冷たい。後からじわじわくる冷たさが。水分を、ね、奥含んでて冷たい。今これ見てください、こうやって。オーバーヒートしたらこれでクールダウン。冷えピタです。冷えピタ。あ、天然の冷えピタ。天然の冷えピタです。あ、わかりました。すごい勉強になりますね。さっきのかまぼこもこうやって冷やしたほうがいい。あ、お前な、冷やしたら治るかな。もうええわ。もうええわ。もよさん、ずっとこんな感じ続くんですか？ある程度まで行くと、はい、岩々しいところに出て、はい、そこでちょっとグッと上げましょう。こう、あ、なるほど。これまではこういう、まあ、自分体というか、はい、あ、じゃあこの木々の切れ間から、はい、景色が、あれ何山ですか？あれは名もなき山です。名もなき山めっちゃおもろいな。周りでゴルフ場がすごいんですよ。あ、なるほどね。登山口も天城ゴルフ場ってこともありますね。やっぱ伊豆はゴルフ場が多くて、はいはい、あ、なんかよう日曜日のお昼間にやってるゴルフ、伊豆でようやってまるような気がしますね。テレビないですよ。テレビないですよ。じゃあ全体的に今までの過去の経験で、はい、そうなんですよ。テレビ落ちもないですよ。本当ですか？あ、でもないんですか？テレビないっすね。なんだ、田中さんはテレビありますか？テレビないです。テレビない。全員 YouTube はテレビない。マリンさんはテレビないです。テレビない。え、テレビないの？いや、もう現代人してますね、みんな。そうなんや。テレビ見出したらなんかずっと見てまうじゃないですか。確かに面白かったらそのスコースしか見られへんから、うんうん、あ、でも TVer で、はい、最愛は見てます。最愛、最愛ドラマですか？はい、小太郎さん、ちょっと僕撮ってもらってもいいですか？はい。また小太郎さん、はい、高倉屋のおすすめドラマ紹介のコーナー、はい、最愛、はい、吉高由里子さんが美しすぎる、はい、第1話で、はい、あれ、吉高由里子さんってこんなに美しかったっけって思って、はい、もう今引き込まれて毎週見てます。はい、吉高由里子の宣伝しかしてねえわ。情報が吉高由里子しかねえわ。ぜひ皆さんも最愛チェックしてみてくださいね。はい、最愛についてリンクは下に概要欄に貼っておきます。それはやらんわ。それはやらん。よろしくお願いします。確実に孝太郎さんの仕事が増えてる。いいね、すげえ。すげえ、朝日出んな。あ、朝日ってなんや。俺、朝日ってる。これ朝日が隠れた。ここ見える。ああ、すげえ、いいっすね。あー、目が覚めるわ。いいっすね。目が覚めた。おー、まだ眠たかった。いや、もう一回目覚めた。見えました。シャキッとすんね、太陽見たら。俺んちは太陽が当たらん家やから、なんかすごいありがたいんですよ、太陽が。なんか外出たらいつでも閉めてます、太陽を。いや、こういう太陽なかなか。でもね、空気が澄んでる場所でのね。ああ、そうですね。最高ですよね。めっちゃいいわ。チルですよ、チル、うん、チルタイム。チルってなんですか？そうでしょ、これ。チル何かって言われたら雰囲気で。あ、なるほど。ちょっとチルをちょっと一回表現していただいていいですか？チルをどんな状態か。あ、チル、チル、チルとは、チルとは、チルとはポーンってあの情熱大陸みたいな。チルってるとか言うの？言うかもしれないです。チルってる。チルイとか。チルイとか。この音楽チルイなみたいな。爽やかってこと。うん、まあ 1% ぐらい。全然当たってんやん。全然当たってんやん。え？チル。今この感じチルイっす。ああ、確かに。へえ。チルイっすね。爽やかや。爽やか。爽やか。ちょっとエモいですね。エモいもう一つ把握してへんの、俺も。僕もわかんないです。あ、でもおかしい。エモいな。正直言うと、チルイあんまり僕もわかってないです。わかってない。答えがないのに質問してきた。教えてもらおうかなと。教えてもらおうかな。いやいや、全然知らんやん、これ。知らないおじさんやん、お前。知らないおじさん。チルイ知らないおじさんやん、俺は。知らないおじさん、なんかもう全部合ってしまうな。いますね。面白い。そんなこと知らないおじさん。
色んなこと知ってるけど、チルイ知らないおじさんです。何も知らない。何も知らんから、ちょっとだいぶあの。R1 についてめっちゃ詳しいですよね。R1 グランプリ。いや違う、あそっち、あそっち、ごめんなさい、ドテンヨーグルトか、俺も三つさんって言えばあ、そっか、あ、そっか、代名詞みたいにやってる、あ、そうか、俺そんな話したっけな、ほんとそんな行きますか、はい、あ、来た、もうちょっとチルっていう言葉をあの下山まで我慢できないんで調べます。今若い間の人にチルって使われてるチルの言葉の話です。チルアウトが語源になってチルってるチルっていう。チルイは入ってないですか？買ってないですね。チルルって入ってます、ね。チルル言いにくい。チルイもねえじゃん。チルルあ。くつろぐまったりする落ち着く冷静になる。目的は特にないが楽しくのんびりやりましょう。おー、あ、まさに今ですね。雰囲気のいいカフェでチルってる。チルする予定が急に仕事入った。海辺でチルする。海辺でチルする。家で音楽を聴きながらチルってる。あ、なるほどね。どうですか、思い当たる出来事ありました？いや、あれは全然チルれてないですか？チルれてます。全然チルれてない。編集、撮影、編集、撮影、編集。チルゼロ、おじさん。チルゼロ。めちゃくちゃうけど、チルゼロおじさんやろ、俺チルゼロおじさんっていうことですね、わかりました。センスありますね、ワードのチルゼロおじさん、チル旅、チル旅とかね、最高っすね。わかりました、勉強になりました、ありがとうございます。はい、山頂着きました。あ、ここ一つの山頂ですね、はい、1390。わ、すごい、綺麗綺麗、あ、すごい、めっちゃ風力発電してる。わ、すげえ、あ、めっちゃ紅葉を効いてるやん、やば、あの風車のどんどんってある先に、はい、かっちゅう木がある、あ、え、あ、こ、そっちじゃなくてこっちの山側に、あ、こっちの山側ですか、かっちゅう木です、あー、なるほど、あっちがね、みすじ山っていう方に、稲取っていう方に続いてて、あっち良さそうですね、めっちゃいいっす、あの風車のあるあたり、そうです、めっちゃいい、また風車、行きたい行きたい、あそこ、ね、伊豆のすすきといえばここっていう細野高原っていうのがあるんですけど、はい、あれがあの風車の先にぶわーって広がってます、はい、へー、めちゃくちゃいい、細野高原、細野高原、はぁ、これは行ってみたいですね、めちゃめちゃいいです、なんか新しい、ね、伊豆を見られそうな感じがします、わ、嬉しい、楽しみですよ、これは動画やけど、はい、チーズ、おじゃまるです、おじゃまるです、おー、生おじゃまるですよありがとうございます、はい、ね、ほんま万三郎だけまで行きたかったんですけども、ちょっとそうですね、皆さん降りられるってことで、僕一人で行くの寂しいんで、ちょっと行きますわ、そしたら、はい、お店のね、すみません、あの営業時間があるもんで、ちょっと思ったよりも楽しくて、あのファッションチェックをね、たくさん喋りすぎちゃって、楽しみすぎちゃって、そうですね、はい、いつも通りあの山頂行かずに山頂行ってないです、いつも山頂行かないこともよくあります、あ、そういうことなんですね、行ける範囲で目指すことだけが登山じゃないっていうのを最近推してます、あ、なるほど、はい、あのもう本当にもうこれ以上無理だなっていう、もうそうそう、山にこう来てリフレッシュすることが登山の楽しみでもあるんで、はい、う、もう今日すごい楽しかったんで、ね、そうですね、ここで下山しようかなと、はい、わかりました、というふうに思いますけども、いかがでしょうか、あ、素晴らしい答えです、ありがとうございますもう他力本願チャンネルが出てます、他力本願チャンネルありがとうございます、他力本願チャンネルやばいっすね、行きましょうか、じゃあちょっと下山します、いや、もう録画渋滞録画渋滞すげえな、 YouTuber、あ、おしっこできる、サクラテスはなぜポジティブに締めたか、じゃあ、着いた、着きましたね、お疲れ様でした、お疲れ様でした、はい、じゃあ、お疲れさんしますか、
お疲れさん。お疲れさん。あ、山プね。山プのお疲れさん。初めてやりましたよ。あれね、山プ最後に出てくるんですか。これお疲れさんでいいんですよね、読み方。なんかあの、どっちでもいいらしいですよ。そうそうそう、お疲れ山。ユーザーに委ねてるらしいです。あ、すごい情報。高尾さん何キロか、793キロ通り行きました、着きましたね。着きましたね。ちょお疲れ様でした。お疲れ様でした。ちょうどいい感じ。はあ、ちょうどいい感じで。気持ちいいぐらいで歩けましたね。すごい、あのペースがちょうどよかったです。あ、本当ですか。ありがとうございます。最高ですね、早朝の登山が。ねえ、最高でした。登山いいですね。うん、はい、下山しました。はい、お疲れ様です。皆さんお疲れ様です。はい、行ってみよう。あ、見てみよう。ありがとうございます。高速行ってみよう。ありがとうございます。ということでね、天城さんですね。はい、ちょっとね、あの山頂の方、まあ、次近いね、宿題として、はい、でもね、楽しみに後に撮ってる方がいいですね。そうですね。また来てください。はい、また来れるきっかけができましたんで、はい、よかったです。はい、今日もあの4人の方ありがとうございました。ありがとうございました。はい、まあ、ちょどんな感じでした。どんな感じでした皆さん。行ってみよう。行ってみよう。いやもうめちゃめちゃ楽しかったです。あ、本当ですか。ワイワイおしゃべりしながら。そうですね、うん、なんか YouTuber 同士こうなんかワイワイするってもう初めてやったら、なんか私たちも初めてですね。そうですね。そうですな、うんうん、こんな感じでなんか撮影の渋滞が起こったりとか、ね、ちょっとお互い取り合ってピッピッピッゴブロになったりとか、なんか、ね、僕は今回回してません。回してないですよね。僕も回してません。ただね、ちょっとおもろかったのがみんなあのあんまり寝てなくて、はい、ぐたーってなってんですけど、カメラ回った瞬間全員スイッチ入るってプロですね。えげつね。高倉屋さんなんかも最初もこれ大丈夫か思ったけど、あ、高倉屋です、急にスイッチ入ったのが風がね、はい、でもあの焼き芋のシーンお忘れなかった。大丈夫です。ちゃんと出ますんで。焼き芋とはね、かまぼこのシーン。かまぼこ絶対どうする。かまぼこのシーン入れますね。はい、じゃあ、まあそんな感じで。ほな、さい、なら。